皆さんこんにちは、吉村農園の吉村です。ということで今回はですね、いつもとちょっと雰囲気を変えてですね、今日自宅でちょっと撮影をしているんですが、まあ内容としてなんですけど、まあ久しぶりになんですけど、ちょっと奥さんがですね、今ね里帰りから帰ってきてるんで、まあ久しぶりにちょっと奥さんと対談していこうかなっていうところでちょっと動画を回していきますんで、まあ今回はね、農業の話というよりは本当にこの話としては雑談みたいな話をねちょっとしていこうかなと思いますので、ぜひぜひご覧ください。じゃあ早速行ってみよう。はい、では早速なんですがね、奥さんとね、対談していこうかなと思います。まあちょっと、まあ概要ってわけじゃないんですけど、ちょっと話をね、私の方先に進行というかさせてもらえると、まあ奥さんの方がですね、まあお子さん次男が生まれたこともあって、ちょっと里帰りをしてたんですよ。でここ2月の末ぐらいからこっちに帰ってきて、まあ一緒にまた4人でね生活が始まったっていうことで、ちょっとまず、まあ、なんでこのね、どういうこの動画をね撮ろうかなと思ったかというと、先週のね、金曜日に、なんだろう、僕の同級生に、ちょっと僕がたまたまちょっと会う機会があって、ちょっといろいろ話してたら、その同級生が僕のこの吉村農園の YouTube をなぜか何かで知ってもらって動画を見ていると。そうそうそう。で動画見てるんだけど、正直農作業のそのなんだろう、技術的なことばっかりで内容がわからんと、うんうん、見てるんだけど、でいろんな人に勧めるんだけど謎だと。だからたまにはなんか休日動画みたいなのを上げてくれっていうことで、そういうリクエストもいただいたんで、今回はそういったのもあって、まあ、たまにはねちょっと奥さんといろいろ話すのも面白いんじゃないかなと思って、まあ、そう久しぶりに、そう1回目は良かったので、2回目はちょっとグダグダになったんで、ちょっとね今回3回目ということで、まあまたね今回もちょっとテーマ設定は決めてないんで、ちょっとグダグダになる可能性はあるけど、まあそれなりに話していこうかなということで、まず僕からちょっとね本当質問なんだけど、まあ吉村農園今シーズンちょっと客観的に見てどういう感じですか。まあ僕も含め。いや、まあ、忙しそうだな。忙しくさせていただいてます。ありがとうございます。忙しそうだなっていうのがもうただそれだけです。そうですね。ありがたいことにね、たくさん来ていただいて。そう、いや本当にね、これね本当に毎日毎日もう忙しくさせていただいてて、まあ、見ている視聴者さんももちろん、こう吉村の家に来ていただいてるお客様も本当にありがとうございますって感じなんですけど、僕これ個人的に思うことが、収納してもう約10年ぐらいになるんだけど、なんだかんだ僕3回ぐらい、なんつったらいいかな、お客さんがちょっと来れない状況になっちゃったことがあるっていうのは、まず一つ目は東日本大震災、まあ、これはどうしても仕方ない、うん、あともう一つは竜巻によってハウスが一回壊されたっていう、まあその時はもうね正直5月ぐらいだったんだけど、うんうん、まあ、それでもやっぱそういう被害があったりとか、うんうん、あとはもう一つはやっぱり今ここ最近の話題のコロナウイルス、うんうんうん、でやっぱりね、そういうやっぱ観光と災害とか、うん、ちょっとしたこういうなんかね、いろんなことっていうのがすごく関わってる部分があって、うん、やっぱりちょっとしたことでお客さんが来なくなってしまって、1号が結局こう余っちゃったりとか、1号をどうしてもこう自分たちでは、あのなんだろう、こう回すことができなくて廃棄しちゃったりっていうことがあるんで、今はね逆にちょっと足んないぐらいで、まあ嬉しい悲鳴かなっていうところで、それはね、うん、すごくいいことかなと思ってるんだけど、うん、まあありがたいです ね非常に。本当ですね、はい、こんな時期だけどそう、あの感染症対策も、まあ、僕らもねやれる範囲内でやってね、ちょっとお客様の安心安全という形で、まあ、いちご狩りをねご提供できるようにちょっとやってるんですけど、まあ、あとね1ヶ月ぐらいなんで、あと1ヶ月もこんな感じでちょっとバタバタしながら、まあ、忙しいのは忙しいんだけど、それなりにこう走り切っていきたいなっていうのは正直です。そうですね、ありますね、じゃあ 僕から質問っていうのも、なんか質問ありますか。逆にうん、ゆっくり質問してもらう質問してもらう、ちょっと今日ケーキとかちょっと食べながら、ちょっとすいませんね、あの雑談地区なんで、はい、あ、まあ、ケーキの話なんかもする、なんでこれがあるかっていうのも、せっかくだから。ちょっとですね、長男が、3月の23日に誕生日を、迎えることがあって、2歳になるのかな、2歳になるんで、それでケーキをねちょっと奥さんの方で買いに行ってもらって、まあこれも裏話で、このケーキ屋さんには結局頼まないっていうね。あ、そう。
ダメ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 ダうまいこれ。よかったね。ロブだ。よかった。質問、なんでもいいですよ。別に農業のことじゃなくて。雑談だから。そうだね。どうですか、ここ最近、こう、仕事と家庭の両立は。大変ですか？めっちゃめっちゃ大変だね。大変っていうわけじゃない。これね、大変じゃないですよ。正直、奥さん、僕ん家は、ほぼほぼ奥さんが家事。育児やってもらってるんで、今日これ動画を回しながら最後に僕がこれ言おうと思ったんだけど、こういう質問が来たんで先に言っちゃうんですけど、女の人ってマジすごいっすね。そう思います。家事して育児して、もう正直、長男もそうだし次男もどっちも男男で、やっぱりなんだかんだね、まあまだ小さいってこともあって、最終的には奥さんの方にこうワーンって行ったりとか、泣いた時は行ったりとかする中で、まあ、僕はもうほぼほぼ無力ですよ。無力。長男はね、なんとなく最近こう僕は遊び相手みたいな感じになってくれてるから、多少なりたらちょっと僕の方にも寄ってくるんだけど、もう次男がダメね。全くダメね。僕が抱っこしてもダメだし、何してもダメ、笑うこともないし、もう正直なんか嫌われてるんじゃないかなって。この間笑ってたじゃん。あれは調子よかったんだよ。次男が調子よかったんだけど、でダメなんだよ。そう考えると、なんだろう、奥さんすげえなって思いますよ。いや、女の人は多分すごいと思う。多分こういう見てる視聴者さん、どっちかって言ったら僕よりも年配の方で、もう子育てなんかもほぼほぼ終わってるか、もう今ちょうどもうね、もう中盤ぐらいまで来てるというか、もう少しでもう20歳だっていうこの、お子さんとかがね、いう方が多分多いと思うんだけど、奥さんすごいなって思いますよね。僕すごくそれは思います。なんでこれの動画回しながら本当何度も言うんだけど、最後にそれは言おうかなと思ってます。いやすごいですって。いや、いや僕なんかもいちご農家さんとかもそうだし、まあ、農家さんって休みがない、大変だって言うんだけど、家事とか育児も休みないわけで、365日1日じゃあもういいやみたいな感じで、え、丸投げみたいなできないでしょ、うん、それを毎日、まあ、コンスタントに続けるっていうのはもうぶっちゃけ仕事に大変と思うよ。いや無理でしょ。俺多分1日じゃあ2人見といてって言ったら多分無理だろうね。精神崩壊起こそうだもん。マジ、そういうところで、なんで家事自体は、家事というかこう一緒にこう生活して、生活の環境は変わりつつあるけど、そんなに負担には僕にはなってないのかな。まあ強いて言うのはね、6時半に上がってくるっていうところがちょっとなかなか頑張んないとなっていう、そこはね、感謝してます、はい、そこは感じですかね。ありがとうございます。じゃあちょっと次は僕からちょっと質問なんですけど、はい、まあ実際こう、まあいちご農家さんの奥さんになって、まあ農家さんの奥さんになると、やっぱりこの結局長男の実家とかに入るわけじゃないですか。まあ、昔で言うと農家さんの奥さんになる場合は実家に嫁ぐ、そしてこう嫁姑とかのこのとの近く距離が近くなる。まあ実際今吉村家では一応ね、自宅は別々で、住んでるんですよ。こっちはこっちで、まあ、僕らは僕らで家を建てて、で両親は両親、まあ、社長たちは社長たちで家を建ててっていうのがおかしいな。まあ 実家があるからって形で、まあ、敷地、そうそうそう、敷地内に僕らも家建ててって感じなんだけど、嫁姑のところってこうよくこう問題とかっていうのはあったりするんですか実際。いや一切何も本当によくしていただいてるので感謝しかない。あ、本当ですか。もう本当に感謝です。よかったです。これ逆にでもさ、一緒に万が一逆に住んでた場合だとまた状況変わるよね。ぶっちゃけ。どうなんだろう。でもお母さんはすごいいい人って上から目線の言い方で申し訳ない。まあまあまあ、いやいやいいですいいです。いい、間違い言葉がちょっと分かんないけど、でもすごく私に対してもすごく優しくしてくれるし。うん、子供たちのこともすごい大切にしてくれるし、うんうん、もう本当いろいろ助かっ
助けてもらってばっかりで、まあ程よい距離感って感じでいいかもしれないよね。もう僕なんかもこれは実際この両親と一緒にじゃあ住んで、うん、じゃあ奥さんも一緒にじゃあ実家で一緒にってなると、うん、またちょっと状況がやっぱなんか雰囲気的に違うのかな。たまにこう敷地内であるけど家が別々だからたまに顔を合わせるぐらいがちょうどいい距離感だと僕は思うんだよね。っていうのもこれは、うん、あの僕のその母がやっぱ社長の両親と同居してたってこともあってそういうこの現状をね見ているからなんかよりこうなんかやっぱ別々の方が良かったんじゃないかなって僕は思ってるし、まあ、今こういう感じでちょうどいいのかなって思ってるね。まあ、もしかしたら社長たちもそう思ってるかもしれないしね、うん、多少ないともね、あの、うん、多分一緒に暮らしてたら多分ね、うん、多分お父さんとお母さんも多分気使うだろうし、そうだよね、これはねあると思う、うん、やっぱりね程よい距離感そうだね、大事だよね。そこはすごい、うん、今のこの生活スタイルというか、うん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 、すごい近くにいてくれるからすごい心強いし、あ、まあ、場合によってはね、うん、すぐ助けてもらえるのがすごい心強いのは心強いから、うんうん、ありがたいなって日々思ってます。いいえ、こちらこそちょうどよかったです。奥さんがちょうど敷地内に家建ててもいいよと言ってくれる。すいません。じゃあですね、質問ありますか？次の奥さんさんで。こう、じゃあ逆に今シーズン、うん、あのどうですか、そのどうですか？例年に比べてこう。うん。これは何、お客さんがってこと、うん、イチゴはってこと、イチゴもお客さんも、あー、うーん、まあイチゴの生育からするとね割とうまくやれてるんじゃないかなって僕の中では、うん、日々これは言い方よくないんだけど日々毎年毎年まあいいものを作れるようにはなってるんじゃないかなと思います。うん、なんとなくこの、まあこれも前にも話したんだけど、動画を撮影するようになって、自分でもインプットアウトプットをするようになってから、よりこう作物を作ることに対して、まあ勉強するようにもなったっていうのもあるから、より何をしなければならないのかっていうのが、まあ、前に比べると分かるようになってきてるからこそ、うん、栽培なんかも良くなってるんじゃないかなと思いますね。お客さんに関してはもう本当に今ありがたいことにもう毎日忙しくさせていただいてるんで本当にお客様のおかげなんですよ。これやっぱり観光農園ってねお客さん来てくれないともうどうしようもないから、うん、もうお客さん来ないことには何にも始まらないんで、やっぱお客さん来てくれるっていうこと、こういうコロナ禍の中でも来てくれるっていうのは本当にありがたいですね、うん、まあうまくなんとなく今とかうまくってわけじゃないけどなんとなくお客様のおかげでまあなんとか吉村農園頑張れてますよって感じですね。はい、去年なんかよりは来てるんじゃないですかね、うん、まあもちろんね、まあ、バスとかのお客様はね、なかなか、うん、そこは難しい、やっぱりね、いろいろこう、マンボウが出たりとか、ね、いろいろまたこう解除だ、延長だとか、いろいろこう、の中で団体でのお客さんを動いていくっていうのは難しい、ツアーとかは難しいけど、その中でもお客さんもやっぱりね、こうやっぱ観光をしたいっていうのはやっぱりあるから、うん、もうね、さすがに、ね、そう個人でこう動ける範囲内でしっかりとこう、うん、なんだろうな、対策をして、うん、感染症対策をして、まあ、観光してもらってるから、まあ、観光農園観光地はありがたいんじゃないのって思うよね。そうだよね、うん、そうだね、うん、1回目の緊急事態宣言を思い出したというのは怖いね。そうだよね、本当に急にいろんなところから明日から緊急事態宣言出るんで、もう外出できなくなるからいちご今日買いに行きますみたいな感じで、うんうんうん、いやそんなにみたいな感じで思ったら本当に怖いぐらいパタリと来なくなったからね。そうだよね、うん、でいちごは正直捨てたしね、その時は。そうなんだ、うん、
もう観光のハウス、吉村農園の場合って観光用のハウスと収穫のハウスって分けて作って、作り方が全然別物になっちゃってるから、観光用のハウスを収穫用にじゃあ回しますかってなるのは難しいのよね。いろんな品種も入っちゃってるし、もう収穫をいくら早くしたって柔らかい品種は柔らかいし、そう、もうそこは本当にこのなんだろうな、観光用に作ってるからこその弱い部分ではあるんだけど、まあそういうのもあってね、1回目の緊急事態宣言はの時はもう終わったなと思ってこんなダメかと、思ったしね。それ考えたら本当、いやありがたいよ、感謝だね、感謝だよ。今は本当に毎日毎日忙しいのは忙しいんだけど、忙しくないと、その人の勝負だから、そうだね、そうなんですよね。じゃあ僕から質問です、はい、いちご農家やりたいですか？え、私ですか？私です。いやこれははっきり言ってもらっていいよ。むしろやりたいとか言われても困るしね。農作業はちょっと遠慮させていただいて。ああ、絶対その方がいい。絶対その方がいい。はい、いやてかこれはね、僕からもお願いで、あのね、これ個人的な意見なんだけど、奥さんと一緒に夫婦でいちご農家さんをやってる方も多分見てるかと思う。うん。これは僕の個人的な考えね。やっぱりね。この間言っちゃったよね。うん。いっぱい。この間も話したよね、その話ね。あ、したっけ。あ、じゃあやめとく、これ。やめとく、同じ話やめとく。多分この間もした気がするよ、この話、だいぶあの前の方に話したから忘れたよ、なんか。じゃあ同じ話になるからやめとこ。やんないってことですよね。やんない。ごめんね。いやいや、やんなくて大丈夫です。やんなくて大丈夫です。事務作業だけお願いします。はい、じゃあそうだな、なんかあの、じゃあせっかくだから、じゃあ農業から離れてシーズンが終わってから、もう僕らもなんだかんだコロナ禍になってから3年ぐらいは多分どこにも出かけてない。出かけてない、ね、正直マシコから多分出てないです。あのこんだけ、あのこれね、自慢でもなんでもない、いやただ単に臆病なのかもしれないです。なんかコロナを理由になんか僕が行かないだけなのかもしれないけど、どこにも行ってないんですよ本当に。まあ、マシコから出てないでしょ。そうだよね、ちょうどほら、あのさ、子供が生まれたのがさ、ちょうどコロナが流行り始めた時だったじゃない。どうよ。でそっからだよね、だからね、ちっちゃい子いるからっていうのがよりこ こう気をつけなきゃいけないっていうのがあって、なんかね、いやそんな気をつけなくていいかもしれないけど、うん、実際はね、でもなんか何かあったらやだなっていうのが、いうのがあるからね、なかなかね。そうそうそう、3年丸3年ですか。そう、外出してないよね。まず3年、そうだね、2年、2、3年、そうだね、3年目になっちゃうのか。3年になるね。そうだね、そろそろ出かけていいんじゃねえかな。そうだね、ちょっとね、子供たちにもね、いろいろと体験はさせたいなとは思うから。まあ僕もワクチン2回打ってるし。そうだよね。まあもう効力なくなってるかもしれないけど。そうだね、そう、なんかどっか行きたいとこあります？いや、この間、あのアンパンマンミュージアムに行きたいって言ってました。あ、上の子は？はい。海斗くん？はい。マジか。横浜だよね。そう、横浜。車で行くんだよね。車だね。そうだよね。行こう。行った方がいいよね。そうだね。あとやっぱり、あとはミッキーに会いたいって言ってた。あー、わかる。いや、俺もディズニーランド行きたい。本当に、あの、あ、これね、動画でちょっと視聴者さんには一度も話しておかないんだけど、僕ディズニーランドめっちゃ好きなんですよ。めっちゃめっちゃ好きで、コロナ禍になる前では年間3回から多分4回ぐらい多分行ってたはず。行かなかったっけ？行ってたかもね。しかもこれ面白いことに2日間行くんですよ、年チャンで。これ僕のルールで、1日目はアフターシックス入って、2日目は朝から夜までいるみたいな感じで、ランドとシーを両方楽しむみたいなね、感じやってたんだけど、もうコロナ禍で行かなくなってね。そうだね、行きたいっすね。泣いちゃうと思うよ、実際。あのシーとかの、あのエントランスくぐった後のあの何、音楽。はい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 、そう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 、泣くと思うね。マジで、え、マジで行きたいよ。別にあのなんか乗り物乗りたいとかそういうのもないの、別に。あのあそこのね、そう、雰囲気、雰囲気、そうそうそう、雰囲気、そう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 、
よね。そうなんだよ。もうぜひね、ぜひねってわけじゃない、別にディズニーランド皆さん言ってると思うんですけど、ディズニーランドのあのね世界観はすごいのよ、うん、本当僕言っててすごいなと。なんか観光農園もあれぐらいやれたらいいなって本当に思うもんね。いやあれはあれを目指してるんだけど、まあ難しい。なかなかでもあれは本当になんかディズニーランドさんがすごい3ですよ。ディズニーランド 3だか様だかもうそんな感じです。そうだね、あ行きたいね、ディズニーランド行きたいよこれで、ね、うん、行きたいって言ってました。わかりました。じゃあそろそろ時間ね、多分ね15分とか20分ぐらい回ってるんで、もう多分経ってるんで、最後になんか締めでじゃあ最後に、じゃあなんか質問あります？最後質問していただいて、それに答えて、じゃあ最後締めようかと。あ、一個じゃあ聞きたかったのが、いちご農家になって、もともといちご農家にはなるつもりはなかったじゃない？そうだね、うん、でもなったわけじゃない？なったね。なって良かったことってある？良かったことこれなんだろうね、良かったことなんだろうね。いやこれは多分僕は会社員、社会人になったことがないわけなんですよ。要は、まあ、自営だから、うんうん、でそれで良かったのは仕事、やっぱりね、会社員の方、まあ、同級生と、この間その同級生が来たっていう話も最初にしたけど、仕事大変だって言うんだよ、すごく。もういろんな人に命令されたり、嫌な指示とかもされるけど、それをこうやる、まあ、それは命令ってわけじゃないけど、指示されるからやる。で仕事に行くのが大変だって言うんだよ、やっぱり辛いと、ね、でもそれでもやっぱ仕事とか行かなきゃならない、ね、でも月曜日から金曜日まで行けば土日は休みだから、その土日の楽しみで仕事行くんだっていう話をしてて、うん、あすごいなって僕思った中で、僕がふと思ったのは、俺毎日仕事してるけど、いや今日仕事はしんどいんで休みたいですっていうのはないんだよ。それは一回もないの。そうなんだ、うん、一回もないから、そういう精神的なストレスとかはないから、それは良かったのかなと思う。これはいちご農家さんになったから良かったのか、まあはたまた自営だからっていうのなのか分かんないけど、そういうなんかストレスフリーですよ。どうだろう、いちご農家さんは、とか農家さん見てる視聴者さんはどうか分からないんですけど、僕はストレスフリーですね。そういうなんか、あもう一回しんどみたいな、なんか今日は絶対もうやだ、行きたくないなんていうのはない。そうだよね、うん、だって休もうとしないもんね。それやめてくるもんな、休みたいな。休みたいです。ディズニーランド行きたいから。でもまあそうだね。うん、もう休みだみたいなのはないし、休もうとも思わないんだけど、まあそういう感じ。本当にだストレスフリーだから、それは良かったんじゃないの？そうなんだ。だって何でもそうだけどさ、いやいや仕事するとかさ、いやいや何かをするって生産性良くないよね。まあそりゃそうだよ、ね、うんうんうん。気持ち的にも辛いと思うんだよ僕は、うんうんうん。でもそういうのがないのは。良かったんじゃないかな。なるほど。この間大変だったもんね、顔パンパンに腫れちゃってね。いやあんなパンパンに腫れてもね、俺仕事してる俺すげえと思って、ちょっと自分で自分を褒めて、なんか誰かが言ってた名言だけど、多分もうちょっと思って、あんな顔でよくやったなと思う。あれでもだって仕事行ったもんね。いや行かないとね。まあ自分で管理してるハウスなんかやっぱ自分で自分の換気のタイミングとか自分の温度設定ってあるから、それはどうしたってこう人に任せるのは嫌だから。わかりました。はい。じゃあ今日はこんなところで奥さんとの、まあ、対談っていうか雑談かな、ちょっと終わりにさせていただきます。まあ、最後にちょっと僕からまとめという形なんですけど、今本当に奥さんはですね、本当2人の子育て奮闘中ということで、本当に助けてもらってます。助けてもらってる、おかしいな。あ、助かってます。これからもよろしくお願いします。あとですね、見ている視聴者さんもぜひ奥さんのことは大切にしてあげてくださいって僕から言うことじゃないですね、僕から言うことじゃないんですけど、女性の方は本当にすごいというのをね、ちょっと僕から僕が言ってもなんだって感じで、僕より多分見てる方は目上のって年齢も高い方ばっかりなんで、僕が言うことじゃないんですけど、本当に奥さんはすごいなと僕は今しみじみ今感じておりますので、体調に気をつけていただいて、今後ともサポートよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ではこれにて今回は終了ということで、また次回の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、吉村農園の吉村です。3月になり、ビニールハウスの中は夏みたいに暖かくなってきました。日差しはさんさんと照りつけてきて、いちごの方の食味は少し落ちてきたんですけど、たくさんなってますから、いちご狩りに来てください。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今日はね、力のある人を多く、大きな国、地球上にも3つの大きな国があると思います。その中で今一つがちょっと反乱して戦争っていうのをやってるんですけど、アメリカっていうまた大きな国も何年か前にはそういうふうに侵略、間違った戦争みたいなことをやってる。やってないのはお隣の国の中国。中国はまだそういうことやってない。ああいう大きな事件を見て感じていると、どうしても力のある人間はその力を自由に使って、圧力をかけたり、人に迷惑をかけたり、なんかよくわかる。やっぱり社会っていうのは力のある人はそれなりに自粛、考え方とか行動なんかも弱い人っていう表現の仕方はおかしいんですけど、そういうことがなかなかできない人、これは社会には力のある人とない人、これは絶対いる。でも力のある人はその力の使い方を間違えると、ああいうことになって今度は引くことができないんで、多くの人が死んじゃう。弱い子供、女性、年寄りの方とか、映像で見ているととても心が痛むし、どうにか早く終わりにしてもらいたい。でも一度始まったことはなかなかできない。これきっと身近でもそうだと思う。大きな企業、小さい企業、やっぱり力関係によっていくらでも小さいとこをいじめることはできる。でもそれをそれが正しいっていうような誤解を招く場合がただ多いと思う。今回のこの地球っていう一つの星の中の出来事かもしれないんですけど、でもあの三つの国が協力し合えば、世の中はきっともっとうまくいくかもしれない。個人個人の生活に置き換えて、考えていくと、やっぱり力が持ってる人はその力を十分に使いすぎないで、もっといい面にも使ってもらいたいと思う。この YouTube を見てる若い方なんかもだんだん力がついてくると思う。そういう人なんかはやっぱり新しく農業を始めるような人に、助けとか援助とか、技術を教えたりして、やっぱりね、自分もその技術とかそういうものに溺れないでも行ってもらいたいなって、なんか世の中狂ってるような気がします。そんなとこです。次回の動画の予告になります。次回の動画なんですが、3月23日配信になりますね。ちょうどですね、息子の誕生日になります。でその時にちょっと上げる動画の内容なんですね。こんな感じでちょっとですね、今授業やろうかなと思ってて、一応ね、育苗期が始まりますので、そういった、計画表こんな感じで進んでいきますよってところをね、やっていこうかなと思いますので、ぜひ次回の動画もよろしくお願いします。